ネット90センチ水槽にいずれに必要になるかなと思って、ついでにこれは買っときました。これ高級ネット122円。続きましてこちら、簡単デジタルタイマー。90センチ水槽の私の照明と CO2 は1台のタイマーで管理しようと思ってまずセットしたんですけど、CO2 の方がどうやらうまく作動しなくって、照明と CO2 とそれぞれ1台ずつタイマー管理をして別々で作動をさせようかなと思ってこれも買いました。これいくら？これ1260円。安い。ほい。で、今回のメイン、中は銀色だから、今回は本当に銀色だから、これから、ベタさんのお家になるボトルアクアリウムをちょっと立ち上げていこうと思うんですけど、憧れの例のやつできるかな。で、あともう一台は今現在私が持っているボトル、奇跡的にうまくいっている太陽光管理。新しいお家に引っ越してきてからちょっと窓辺が以前のお部屋よりも光が入りにくいのか、ちょっと光量が弱いのか、ちょっと水草の色とかもあまり良くなくなっちゃったんで、ついでなんで今のボトル用にも買ってしまいました。まずはこれを開けていこう。 DEX の水景を楽しむグラスアクアリウムティア、なんていうの、ドロップ型みたいな。おお、まあ結構大きいの。はい。あ、でなんで急にこれ始めようと思ったかっていうと、まあもともとやるつもりだったんですけど、まあ、もうちょっと後でいいかなと思ってのんびり構えてたんですけど、あのおかんの水槽シリーズ見てくれた方は分かると思うんですけど、そこにですねベタさんをお迎えしたんですけど、そのベタがめっちゃ元気がよくて、お家作ってあげなきゃなと思って、急にもう、急にやんなきゃと思って、昨日のお昼ぐらいにチャームさんにネットでこれを頼んだんですよ。昨日のお昼にネットで頼んで、今日の午前中にちゃんと届くと。だからもう思い立ったらチャームさん。憧れの緑のカーペット。できました。これがニューロングカーペットってやつ。これ発芽適温25度から35度って書いてあるけど、これ私それ用のヒーターとか持ってないけど大丈夫かな。これこれちょっとさせないといけない。大丈夫。あ、何これ難しい。もうすでに床材の種類によっては成長しない場合がございます。水の容量は4リットルということなので、1リットルに対して生体1匹っていうのがよく言われていることだと思うんですけど、私は多分ベタさん1匹でやると思います。あ、でもお掃除生体みたいなのは入れるかもな。で、やっぱり私は赤玉ちゃんなので、やっぱり赤玉をちょっと見えないところに忍ばせておこうかな。なんで、なんで赤玉ばっかり使うかっていうと、私去年初めて水蓮鉢をやったんですよ。で、私の水蓮鉢もうべらぼうに赤玉土が入ってて、で去年全然一回もこけることなくめちゃくちゃ水がきれいだったんですよ。これは多分赤玉のどうか勝手に思い込んで信者のように使ってるんですよね。ちょっと、まあ、外から見えちゃうから綺麗にならないので、ちょっと見えないように赤玉を忍ばせる方法、戦法を取ります。
どな。あんまり赤玉入れれないな。なんとなくカッコつけて主張を高くしてみたりする。これ抜いてみようか。オープン。ほんのちょっとだな、ほんのちょっと。気休めか。もうちょっと赤玉入れたかったかな。隠れるかな。ありにか、あーやばいやばい。ここから見ると少し高低差がある。誰だこれ。余計なことすんだよね。集中しよう。あ、赤玉出てきちゃった。まあ、そもそもちょっと参考になるレイアウトをできるかどうかは不明だけれど、まあ悪い参考にもなるかもしれないからね。こういうのはいろいろ見た方がね、きっといいでしょう。ソイルというのは厚盛りになっていくんだ。薄盛りでいきたいんだけど、乾麺ソイル入れすぎちゃうってくると、なんかこう栄養素が多すぎちゃって、なんか焦げたりするんじゃないかなと思って。なんか赤玉ってなんかこう栄養分は全然なくって、全然なのかなくって、結構その吸着してくれる効果があると思うんですよ。多分ね。汚れとか水の汚れとか、そういうのを多分吸着してくれる効果があると思うんで、ボトルの中の栄養素が多くなるのを、まあ、不栄養化っていうんですけど、そういうのを防ぎたいんですよ。だからあんまりソイルっていうのは多分栄養素があるから水草が育つんだと思うので、あんまりソイルを使いたくないんですよね。ソイルというのもそもそも使ったことがないので、私のその赤玉のボトルも太陽光管理にもかかわらず、もちろんろ過なしで CO2 の添加もなしで、ほぼ溶けないんですよね。まあ、2,3 週間に1回この内側からガラス面をギュ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 と掃除する程度のもので、物発生とか苔の発生では全然なくって、なこのソイルを使うことがちょっと今日。ちなみに90センチ水槽も赤玉めっちゃ使ってます。低床に赤玉10リッターぐらい入れて、でちょっと化粧砂、あの ADA のラプラタサンドっていう白い化粧砂を引いてるって形なので、水槽の方もソイル使わなかったんですね。まあ、あのそもそも土に植栽するっていう水草のチョイスをしてないので、まあ、それでいけると思うんですけど、まあ、怖いな、どうなんだろう、分かんないな。綺麗な人のボトル見ても、まあ、ソイル引いてあるんですけどね、どんどん赤玉がなくなってっちゃう。ボトルで有名なのだと、そのアクアプランツファームさんってソノで合ってるのかな、 SONO、 そのアクアプランツファームさん、沖縄 の、 あの水草を販売している会社さん、ファームさん、その方がインスタとかでたまに記事書くんですけど、それがすごく勉強になって、この人の記事ちょっとおすすめなので、ぜひ。ただその方が言うには、やっぱりあんまりその栄養系の低床はどうかなみたいな記事を前に見たような気がするんだよな。なので、ただまあ今回その水草のカーペットをやるので、ある程度きっとその栄養素も必要だ
ろうし、あと光も多分大事だろうなと思ったんで、これディープブルーを今回初めて使ったんですけど、基本今までそういう水草専用のライトとか使ったことがないので、だいたいその、まあ、ファルガリウムとか買ってるけど、ファルガリウムも自然光、コケテラリウムも自然光、自然光、自然に頼ってきたので、これなんか専用のものっていうのを使うのは初めてなんですよね。ブツ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 話してますけど、レイアウトが一向に進みません。ブツブツ